歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが30日自身のインスタグラムを更新。親子で出席したイベントで、長男勸玄君が書いたダイナミックな習字を披露した。海老蔵さんは習字部門わら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 と記し、大表現祭、えび祭のイベントで、習字コーナーで、大きな半紙に、勸玄君が、ひらがなで、勸玄と書いている写真をアップ。名前の後には、かわいい笑顔の絵文字を書き入れているところが、お茶目な勸玄君らしい。この投稿に、堂々とした立派な字、のびのびしていて素晴らしい大物の予感です。カンカンらしさが出ていていいですね。お上手、力強い、などのコメントが寄せられていた。